僕たち肉じゃがというグループなんですけれども、関西の、関西のバンドにですね、肉じゃがというバンドがございましてですね、そのバンドのコピーをちょっとやらせていただいているというバンドでございます。どうぞよろしくお願いします。とは言ってもですね、肉じゃがという名前から肉じゃがという別に別にね、そんな感じで撮ってるわけじゃないと。そんな安直じゃないと。そう。ちょっとね、僕らなりにちょっと考えてバンド名決めてるんですけどね、ちょっとそれにはね、訳がありまして、肉じゃがとはね、どういうふうに生まれた食べ物なのかという話をですね、ちょっと今から平瀬さんがね、言ってくれるので、皆さんちゃんと聞いててください。はい。いいメモ取らなくていい？大丈夫？肉じゃがって、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないんですけど、もともと海軍が発明した料理でございまして、海軍の司令官の、東郷平八郎さんという人がですね、その海外に行った時に食べたビーフシチューが忘れられなくて、ビーフシチューをその専属のシェフに作らせようと思って口頭で伝えたんですけど、その具材のジャガイモとか人参とか牛肉とかっていうところは伝わったんですけど、その茶色にする要素が彼が分からなくて、でとりあえず醤油を入れてみたら肉じゃがができたと。おー、ということで、はい、そうなんですよ。だからもともと失敗作っていうか、ね、そう、失敗作っていうことね。で、なんかそのこのエピソードがなんか僕らにちょっと似てるなと思いました。本当はね、なんか英語の発音いい人とかはめっちゃ入れたかったけどね、岡田っていう醤油がちょっと入っちゃってっていうことでね、ちょっとね、そういう意味で肉じゃがやなんですよ。ちょっと和風な感じ。ちょっと待って、一回勉強させてもらっていいですか？勉強させてもらっていいですか？あ、勉強。いや、発音が悪いから英語できへんみたいなこと言うでしょ。
いやでも実際英語の発音ってね、まあそれトラックできたらいいんですよ。なんかこうやって、こうやって動くときまでなんかね、それっぽく見えるんで、ちょっとあの皆さんこんな感じで風邪詰まる方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとこうやって動く見せてやっていったら大丈夫と思います。OK です。わかりました。わかりました、今ので。うん、100分は一気にしかということでね、あのね、はい、あの、なんて言ってるかちょっとわかんないみたいなね、こんなやつがなんで英語やってんだみたいな感じなんですけど、ごめんなさい、日本語すらまとめに喋れてない。日本語すらまとめに喋れてない、ね、うん、まあ、ということでですね、まあ、あの2番の目ということで、まあ、僕ら今日あの2曲用意してますけれども、まあ、最初の方ですので、ね、まあ、ガンガン盛り上げて終わりたいと思っております。それでは最後の1曲をお聴きください。 Moves Like Jagger。ありがとうございました。